世田谷区。世田谷区は東京都の特別区の一つで、東京23区の南西部に位置する。人口約93万人で、北九州市に迫り、東京都内最大の人口を有する特別区。元来この地域は武蔵国にあり、江戸時代、明治、大正時代も同地域の地方軍に属していた。地理的に東京区部の扱いになったのは、 昭和時代の世界恐慌後に、江原郡や北多摩郡から旧東京市に編入れてからである。東京23区の南西部に位置し、東京特別区の中では、都心からは遠い場所にあり、多摩地域では、吉祥寺、埼玉県では、川口市、千葉県の松戸市、市川市と同じ都心1 5トル圏である。神奈川県と接する南側には、多摩川が流れ、 玉川が概ね都県境を構成する。都心から放射状に鉄道が通り、鉄道間の連絡や各駅と住宅地を結ぶようにバス路線が走る。杉並区などと接する区北部は道路網が境外で非常に入り組み、交通網の発達が十分とは言えない地域となっている。貧弱な道路網の一因には農地から宅地を作る際、農道を基礎としていることも理由に挙げられる。 1990年代までは東京特別区で最大の面積であった。羽田空港用地の拡大、埋め立てなどにより、現在の最大面積は大田区である。地形的には大部分が武蔵野大地のうち南部、多摩川の断球場に位置し、地形の起伏が多い。南部は多摩川に沿い、区内他地域と比べて全体的に土地が低い。 多摩川の断球の斜面の連なりを国分寺掛け線といい、区ではその一帯を緑の生命線と呼ぶ。区は、世田谷、北沢、多摩川、木の田、唐津山の5つの地域に分けられている。各地域に行政機構の一部として総合支所が置かれる。23区としては珍しく内陸性機構の特徴を持つ。特に、冬は、都心と比べて、 最低気温が低くなることが多く、冬日は珍しくない。冬場は、練り幕に近い気候である。しかし夏場は、内陸側にしては涼しく、最高気温も、大手町と同じか、それを下回ることが多い。世田谷アメダスでは、降水量のみが観測されている。降水量は、他の都内のアメダスと比べ多めである。世田谷区。 に相当する地域の国勢調査人口の変遷を以下に示す。現、世田谷区の範囲、9、東京府江原郡世田谷町、駒沢町、松沢村、玉川村、北玉郡絹田村、千歳村の範囲における国庁人口は、1920年、大正9年には39,952人と、現、東京23区に当てはめると16位相当に、 過ぎなかったが、人口増加とともに、順位も上がり、戦後は1955年、昭和30年から1965年、昭和40年の期間、23区中2位以外は23区、中1くらいなり、特に高度経済成長期に人口が貯蔵した。しかし、高度経済成長末期になると、人口増加が鈍化し始め、1970年、 昭和45年以降は80万人前後で横ばいになった。特に地価が高騰したバブル景気期には人口減少に見舞われた。1995年、平成7年を底にして2000年代は再び増加傾向を見せており、2010年、平成22年のそれは87万7138人、世帯数は44万8961世帯。 人口密度は15,102人、キロメートルとなった。世田谷区の推計人口は、1932年、昭和7年5月7日の発足時には133,249人、北多摩郡の木沼、千歳両村未編入であり、東京35区中で最小であった。2015年、平成27年4月1日に初めて90万人を突破。現在、 東京23区中で最多の人である。なお、平成の大合併の際の市町村、合併支援プランに基づく、期間限定の人口予見緩和措置により、政令指定都に移行した7市はすべて遠くの人口より少ないが、これら以外の13政令指定都市は全て移行時も、現在も遠くより人口が多い、日本の市の人口順位参照。2005年、 平成17年の夜間人口は82万320人、昼間人口は73万6040人であり、昼夜比は0.897倍と昼間に約1割減少するベッドタウン型の日内変動がある。全国と比べた年齢別の人口比率では、大学生あたりの年齢から40歳大半ばまでの比率が大きいが未成年及び 40歳代半ばから80歳くらいまでの比率が小さい。将来推計人口の予測では2028年に人口100万人を超え、その後も増加を続けると予測されている。古来より武蔵国にあり、東北区域は武蔵国多摩郡江原郡に属していた。江戸時代末期に両軍内に42の村々が存在し、五府内、江戸の地域、 城下町2位は含まれていない。明治、大正時代も旧東京市15区に含まれない地域であった。昭和時代の世界恐慌後に江原郡及び北多摩郡から旧東京市に編入された。渋谷区から神奈川県にかけて国道246号、通称多摩川通りが東西を横断、都道の寒八通りが南北に縦断、これら主要道路の内側を 網の目のように、バス路線が設定されている。段差の少ないノンステップバスを多く導入するなど、公共交通の確保と高齢化対策を図っている。郵便番号、上3桁は154.155、156.157、158。世田谷区は、下記の5地域に分けられる。各地域は独特の歴史と特性を有する。地域といっても世田谷地域。 玉川地域などは、面積、人口で、中野区、渋谷区レベルの大きさがある。区内の町町長数は277で、これは、東京23区の中で最も多い、転居東京都総務局統計部人口統計課編集、発行、住民基本台帳による、東京都の世帯と、人口平成22年1月分、平成22年3月発行、P22、 国道246号、通称多摩川通り、世田谷通り、茶沢通りが合流する3県、茶屋駅周辺、小田急線、井の頭線の乗り換え駅の下北沢駅周辺、京王線の千歳から須山駅周辺、大井町線と東横線の乗り換え駅の自由が丘駅、南口側周辺、大井町線と、田園都市線の乗り換え駅の二子玉川駅周辺が、 それぞれ区内の商業地として、求心力を持つ。東区区域は、武蔵国多摩郡、江原郡に属し、農村地域であった。しかし農地や空き地が多かった、この地域に、状況者等がよく移り住み、現在では、都内有数の住宅密集地域となっている。江戸時代は古府内、江戸の地域、城下町2位は含まれず、明治、大正時代の旧東京市15区にも含まれない。 地域であった。そのため、東京市街の中間富裕層や若者等にとって、世田谷南部の多摩川や東緑渓谷は、継承地、高楽地であった。松方別邸のように、別邸を設ける地域などとしても人気があった。関東大震災による神社仏閣や被災者難民の疎開地として下町から、多くの人が流入して住み着き、 現在にあっても区画整理や再開発をより困難なものとしている。東京郊外という立地から当時多くの私立学校、大学などが移設、開設され、現在においても絶え間なく上京する学生や若者たちを多く受け入れている。区内にはカーナビゲーション開発の実験地に選ばれたほど区画整理されずに細かく細い道が続く住宅街がある。一方、 東京急行電鉄や東京新宅会社などによる早期の沿線開発により区画10メートル内以外を一軒とした大規模な住宅街区も点在する。大規模な都市公園以外に区域内を流れる主要河川を暗渠化した後に緑道や浸水公園にした一般にビオトープと呼ばれるものを合わせると区内に455カ所の公園施設がある。世田谷区は 東京運輸支局本庁舎の管轄エリアでご当地ナンバーである世田谷ナンバーを交付される。世田谷区のケーブルテレビエリアは鉄道沿線により3局に分かれている。2015年4月26日最終投票率42.83% 2011年4月24日最終投票率41.76%区内は 行政上5つの地域に分けられ、各地域には総合支所が設置されている。総合支所は特別地方公共団体である区の行政機能の一部を分担し、地域の区役所的な機能を果たす。かつては教職員の移動区域は区内が2分割されていたが、現在は移動区域は統一されている。2007年度、従来の教科の一つである国語に加え、 日本語という新教科を区内小中学校に導入している。日本初、世田谷区独自の制度である。23区の中で緑の多い区として知られるが、集合住宅の開発増加により、緑比率は1986年の59.1%に比べ、2002年には38.4%に減少している。2 0 0年から資金調達の対策として、 地方債の世田谷区民債を発行している。世田谷区は平成26年に犯罪認知件数8508件を記録し、東京都内で最も犯罪認知件数が多い自治体となった。区内で発生した大きな事件は世田谷区内で発生した主な事件を参照。区内の犯罪発生件数は概ね減少傾向にあるが、 特に車上荒らし、ひったくり、振り込め詐欺などの発生件数が多くなっている。初派4名の内訳は、減税世田谷、レインボー世田谷、世田谷健こやか、プロジェクト、世田谷無所属。2013年の区割り変更に伴い、世田谷区の池尻と、ミシクアロックから5区に移行した。生涯教育の一環として1970年代から徒歩圏内に、 図書館を設置する方針を立てた。その後の時代変化と行政コスト改革の一環で計画の統廃合が行われた。中央図書館と地域図書館を合わせて16館、他に保管施設として地域図書室が5室、図書館カウンターが2箇所ある。2006年7月26日、小田急線共同駅前の高架下に共同図書館が開館し、 世田谷区立図書館では、初の長時間開館、平日9時 -21、30、東日本大震災による節電配慮により、平日21時まで短縮。また、これにより、資金にあった共同街角図書室は閉鎖された。中央図書館の地下には保存庫があり、蔵書検索では、中央図書館蔵書と保存庫蔵書は区別して、表示される。 2011年1月より、共同、カラス山図書館の通年会館が、スタート、翌2012年6月より、木沼、小山台図書館の通年会館がスタートした。月曜日も開いている、図書館を、区内各地域ごとに一貫設ける、という施策の下で、中央図書館、昭和62年の開館当初より月曜会館の、か、世田谷図書館、大田図書館、 小山台図書館、木沼図書館、カラス山図書館の計六館が開いている。2012年12月3日、北見町角図書室が開館。世田谷区立図書館ビジョン第2期行動計画に基づき町角図書室発のコンピュータネットワークを導入。そのため他の町角図書室と開館時間や利用件数が異なっている。2015年4月22日、 二子玉川ライズショッピングセンターテラスマーケット2階に窓口機能に特化した図書館カウンター二子玉川を開設。区立図書館ホームページなどから予約した資料の貸し出し、返却、利用登録、簡易なレファレンスサービスを行っている。また、区内障害者施設で作ったハッピーハンドメイド製品の販売やデジタルサイネージを使って、 世田谷区の様々な情報を発信している。同年10月16日には、キャロットタワー隣にも、図書館、カウンター三軒者屋を開設している。2016年4月1日、街角図書室、池尻、松沢、希望級、北見が、図書室と、名称変更された。2016年9月1日、世田谷図書館が移転、世田谷合同庁舎1階に、 移転開館した。定時制、通信制はそれぞれ定時制、通信制が設置されていることを示す。世田谷区には4つの警察署が存在し、いずれも警視庁、第三方面本部管内に属する。区内の郵便物の周廃は、区内にある4つの郵便局で行っている。廃止された郵便局。世田谷羽木郵便局は、2016年3月18日を、 もって廃止され、東松原駅前郵便局に引き継がれるようになった。市街局番は全域が03であり、これは東京23区の他の全区や、狛江市の大部分、調布市と三鷹市の各一部とも共通である。世田谷区内には、世田谷局、鶴巻局、松沢ビル2局、上北沢局、東京カラス山局、成城局、木沼局、 東京世田局、東京多摩川局の NTT 交換局があり、区内をカバーするほか、世田谷区内の一部地域では区外にある交換局で、ある代々木局、目黒本館局、自由が丘局、田園調布局、狛江局、世月国局がカバーしている。世田谷区内の多くの交換局に窓口が設けられていたが、窓口が三軒茶屋に集約された後廃止された。 渋谷区、目黒区に近い世田谷地域の東部や川崎市に近い玉川地域の二子玉川駅周辺では商業が盛んである。西部の木田地域、唐津山地域では農業が行われ小松菜などを出荷している。区内には世田谷目黒、東京中央の二つの農業共同組合が存在する。 世田谷区の平均世帯所得は2014年時点で649万円となっている。埼玉県埼玉市浦和区693万円や文京区673万円に次ぐ水準となっている。幹線道路として東西に国道246号、国道20号が南北に関7通り、関八通りが走っている。 上記4路線の幹線道路が通っているものの、それを保管する福音15メートルクラスの都市、計画道路や各種生活路の整備が近隣の宅に比べて遅れており、細く入り組んだ強硬な駆動が多い。それゆえ、道路整備が癖の重要な課題の一つである。交通事故発生件数は都内でも突出してワースト1となっている。高速道路は、 首都高速3号渋谷線、4号新宿線及び、東名高速道路、中央自動車道、第3京浜道路が通る。また、東京外環自動車道も都市計画決定されているが、現在は実際の事業化へ向けて調整中の段階である。鉄道はほぼ東西方向にしか走っておらず、南北方向の鉄道は東急世田谷線しかない。そのため、 葛飾区や江戸川区と同じく南北方向の交通は路線バスに頼ることとなっている。放射状に広がる各線を環状方向に結ぶ路線は地理的に偏っており、場所によっては区内であっても一旦渋谷駅と区外に出ての移動を強いられるなど、鉄道で1時間以上要する場所が多い。そのため区では環八通りに沿って、A、トライナーの構想を持っており、 カンパチ通りの沿線区と共に計画を推進しているが着工の目処は立っていない。なお、区内を走行している路線はすべて私鉄である。また、葛飾区と世田谷区のみ、東京23区で地下鉄が通っていない乗り入れ先を含まないが地下を走行する鉄道路線はある東急田園都市線、小田急小田原線の一部区間。なお、 JR の路線が存在しないのは、練馬区と世田谷区のみであるが、世田谷区は、小田急小田原線に、JR 東日本の車両が乗り入れている。ノーウィッキー、ノーウィッキー京王電鉄ノーウィッキー、ノーウィッキー東京急行電鉄ノーウィッキー、ノーウィッキー小田急電鉄。区内では、東急バス、京王バス、小田急バス、関東バス、東京都交通局の、 各事業者により運行されている。通勤時間帯には2分から5分間隔でバスが運行される地区がある。しかしながら、世田谷区内の各地域は都市計画道路の多くが未整備であり、現況道路が非常に狭いためにバスの通行が困難、あるいは路線バスの通行により帰って渋滞を招くケースが少なくいい。そこで、玉包うなね、そしや、成城。 ヤワタヤマ地区では小型車両によるコミュニティバス路線の運行が実現して改善が模索されている。東急バスは一部地域で東急高地と呼ばれる中型のデマンドバスも運行していたが現在は一般路線に組み込まれている。二子玉川駅、二子玉川ライズを拠点として羽田空港、成田空港への空港リムジンバスがあるほか高速バスが発着している。 池尻大橋駅からは、小田急箱根高速バスの御殿場駅、箱根方面駅がある。ただし、乗車停留所は、目黒区大橋に所在する。到着停留所は池尻にあり、こちらには、JR バス関東、新東海バスなどの高速路線も一部停車する。乗車は不可。自由が丘周辺を無料巡回する、サンクスネイチャーバスが一部世田谷区にもまたがり、深沢地区からも、 利用可能。区民の生活、文化に貢献し、また、区民から敬愛される人物を、世田谷区名翼民条例に基づき、世田谷区名翼民として検証している。世田谷区民会館ロビーの壁に、肖像画と功績を記したパネルが展示されている。なお、かつて、坪内義雄が選定されていたが、不祥事のため返上している。純不動、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。